久保武さんのスタミナの部分ってどんなトレーニングでで改善すするものなんですかスタミナないって最近の試合見てて思わないですけどね試合のスタミナは走り込んでつく分もあるけど試合のスタミナは試合というかサッカーのスタミナはサッカーつける方が効率いいと思いますね僕だって昔ランニングめっちゃしてた時期に友達のサッカー呼ばれて行って足つりましたからそうだってね走り込みの運動って直線的なこういうやつだけだけどさ サッカーの運動って前、後ろ、横、ジャンプとかいっぱいあるじゃん。だから、必要な筋肉が鍛えられるから。でもまあ、リベンジャーズの合宿とかでも、まあ、シュアボーでもそうですけど、素走りはほとんどさせないです。まあ、シャトルランとかになるとね、あの瞬間的に寄せて戻ってってあるから、意味あるかなと思ってやらせてるところもありますけど、まあ、ゲーム性で取り入れてるぐらいですかね。あ、ベルナルド・シルバーと比較したら、ベルナルド・シルバーだって1試合14キロ走りますからね、ちょっと化け物ですからね。まあ、そこも才能の部分ありますよね。そこと比較したらね、 そうう、ですね、ななんんか、か誰だろうなんかこう、うん、ドリブラーって言われるね、選手とかで、アントニーのドリブル微妙じゃないですか、どうすればうけくなりますかって言って、え、微妙みたいな。メッシと比較したらみたいなことだから、ちょっとさっきの答えになっちゃったけど。 一試合14キロとか出ますよ。ベルナードシーバーに関しては攻撃の時もポジション必要なところに動きもあって、センターバックの目の前とかサイドバックの位置入ったところから、中盤入ってニアゾーンなんとかもするし、ウィングに張ってプレイもするし、みたいな。